おはようございます。こんにちは。こんばんはおやすみなさい。エスミナサイ。ザッキンズのぬやんです。今日は、保育士試験過去問令和5年後期、保育実習理論問い9の解説を行いました。今回は、色についての問題です。明度とか、彩度とか、色ってどんなものなのかっていう問題、意外と出題されているので、今日しっかり全部覚えてしまいましょう。それでは、どうぞ。2023年後期、保育実習理論問い9次の事例を読んで、説問に答えなさい。 事例。運動会を翌週に控えた S 保育所で N 保育士以下 N と R 保育士以下 R が看板の文字と背景の色について話し合っています。N、来週の運動会の看板は目立つようにしたいですね。R、そうですね。それなら看板に使う色のサイドにも気をつけたいですね。N、サイドとは何ですか ?R、サイドとは色の三属性の一つで色味の強さやカッコ A、差の度合いのことを言います。同じ色相明度であってもサイドがカッコ B よりカッコ A に見えると ということになります。N、どんな色にも彩度はありますか ?R、白、灰、黒にはサイドがありません。わずかでも彩度を持った色はカッコ C と言います。またサイドは周りの色の彩度によって変化して感じられます。N、そうなんですね。運動会の看板の色は彩度も考えて見やすいものを作りたいですね。説問、カッコ A からカッコ C に当てはまる国の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 この問題正解は2番の鮮やか高ければ有彩色が入ります。今日もガボリ解説頑張っていきましょう。今日のポイントはズバリ色について理解できているかどうかです。保育実習理論では品質の問題となっていますのでしっかり押さえていきましょう。 まず問題文にも出てきました。色の三属性とは、中学校の美術思い出してください。色の三属性とは色相彩度明度、色相、彩度明メイド。色相、彩度明メイドです。これはこのまま覚えてください。色相、色の違い。彩度色の鮮やかさ。メイド、色の明るさ。この三つの色の性質によって、私たちは色を認識していると言われています。 まず一つ目、色相についてです。色相というのは色の違い、色合いのことを言います。普段私たちが使っている色鉛筆の色、赤、青、黄色といった色の違いのことを色相と言います。この図は色相の和と書いて色相感と読みます。色相感で近くにある色は類似色と呼ばれたりもします。 また、補色。色相感で反対側にある色を補色と言います。例えば、黄色と青、ほぼ反対の位置にあるんですが、青字に黄色で文字を書くと、しっかりと文字が浮き上がって分かりやすくなりますよね。そういう時に補色を使います。また、暖色というのは、温かみのある色。赤や黄色など、温かさを感じる色。逆に、寒色、寒そうな色というのは、青や緑、紫など、少し寒い印象を受ける色のことを言います。この色相感、今12色だけなんですが、 グラデーションにすると、こんな感じ。こういう色相感もあります。色の三属線の中では一番わかりやすいかと思います。色相は色の違いのこと覚えられましたか続いて二つ目、サイドです。サイドというのは色の鮮やかさのことです。例えばこのグラデーションの中で最もサイドが高いのが右端の赤色。そして左のほぼグレーになってしまっている部分。これは彩度が低い色と言えます。 また、最もサイドが高く、一切黒色の混ざっていない絵の具のような状態の色のことを、殉職とも言います。 このサイドというのは、どの色にもあるわけではなくって、有彩色のみにあります。有彩色というのは、サイドのある色、赤、黄色、緑、青などなど、いろいろな色ありますが、サイドのある色は、鮮やかな色と、結んだ色に変化することができます。では、サイドのない色というのは、どんな色かというと、白、黒、そしてその間の灰色。これは、彩度がない色なので、無彩色と言います。白、黒、灰色は無彩色です。 最後がメイドです。メイドは色の明るさのことです。こちらのグラデーションは同じ赤色でも右端、高明度の色になると白っぽくなり、左端、低明度の色になると黒に近くなります。同じ赤色でも全然違いますよね。さて、こちらの2色比べてみるとどちらがメイドが高い明るい色でしょうかこれは簡単ですね。左側の色の方が明るく見えます。では、こちら色相の違う色では比べられるでしょうか この場合も左の方が明るく見えるかと思います。メイドは違う色、色相の違う色でも明るさを比べることができます。まとめです。色の三属性とは色相彩度、度メイド。色相というのは色合いの違いのことで赤やオレンジなど暖かそうな色は暖色、青などの寒そうな色は寒色と呼ばれます。彩度は色の鮮やかさのことで彩度のある色は有彩色。 白、黒、灰色のサイドのない色を無彩色と言います。メイドは色の明るさのことで明るくなると白、暗くなると黒っぽくなります。これだけ覚えられたら保育士試験の色はバッチリです。では問題に戻ります。カッコ A からカッコ C に当てはまる極の正しい組み合わせを一つ選びなさい。サイドとは色の三属性の一つで色味の強さや鮮やかさの度合いのことを言います。同じ色相メイドであってもサイドが 高ければより鮮やかに見えるということになります。白、灰、はい、黒にはサイドがありません。わずかでもサイドを持った色は有彩色と言います。よってこの問題答えは2番の鮮やか、高ければ有彩色が当てはまります。何度も出題されている問題ですので動画を何回も見てしっかり覚えてください。今日もお疲れ様でした。